い、どうも、焼き手ビネグです。はい、ということで今回はパワースライドのハウトゥーっていうことでやっていきたいと思います。パワースライド、どういったトリックかと言いますと、スノーボードみたいな感じでデッキを横に向けるスピードを減速させたり、まあ、止まるという、まあ、ブレーキですよね、一種の。そんな感じのトリックになります。で、このパワースライドなんですけど、すぐできる人とすぐできない人の2択があるんですよ。まあ、どのトリックでも当たり前の話なんですけど、パワースライドに関してはちょっと特殊な理由がありまして、トリック名なんですけど、パワースライド、まあ、パワーってついてますよね。この受け取り方、2択の、ね、どちらかに左右されるというところなんですけど、パワースライドなんですけど、パワーはかけないです。パワーを解放してあげる、そうすることでスライドする、まあ、そういったトリックになります。まあ、これが全てです。はい、まあ、一応ね、ちゃんと教えていかないといけないということで、ここからはね、ちゃんとパワースライドの、まあ、原理であったり、そういったところを教えていきたいと思います。まずはじめなんですけど、先ほど言いました、まあ、パワーを解放するというところ、パワーをかけてスライドさせるのではなくて、パワーを解放する。ちょっとなんか変な感じでネイティブになりましたね。スライドをさせる、まあ、横に向ける際になんですけど、まあ、僕もそうだったんですけど、パワースライド最初パワーってつくもんやから、下に力を加えてこのままこう敵を横に持っていくんかなみたいな、そんな感じで思ってたんですけど、これだとスライドしていかないです。もうどん詰まりします。まあ、ちょっと遅い速度なんで分かりにくいかもしれないんですけど、まあ、やってみます。まあ、こんな感じでスライドをしないんですよ。まあ、なんでかっていうと、スケボー当然なんですけど、ウィールついてますよね。で、こいつがグリップするわけですよ。そのグリップ力を最大限発揮しようと思ったら、体重かけて滑ると思うんですけど、パワーをかけながらこうスライドさせようとしても、ウィールが当然ですけどグリップしちゃって滑らないんですよ。じゃあどうすればスライドしていくかというところなんですけど、もう逆です。まず初めにしゃがんでもらって、まあ、オーリーとかどのトリックでもそうだと思うんですけど、タメを作るっていうやつですね。そしてスライドさせるタイミングで力を解放してあげる。そう、体を上に持ってきます。上から荷重をかけるとウィールはグリップするということで、上半身を上にこうやって持ってきてあげることによって荷重が抜けてスライドしていってくれるんですよ。かけた荷重を抜いてあげて、こうスライドに持っていくという、これがパワースライドのきっかけ作りになります。まあ、ちょっとやってみましょう。こんな感じで、で、ここまでできたら、まあ、あとは自分との勝負になります。とりあえずこのようにスライドさせることができると思うんですけど、ここからスライドさせていくってなった時に、腰を下げてあげる、そして足はやっぱ伸ばしてあげないと、もうしゃがんだ瞬間に荷重っていうのは伝わってしまって、スライドしていかずに詰まっちゃうんで、足を伸ばしきって、そして腰を下げてあげる。ちょっと今止まってるんでできないんですけど、映像で確認いただけたらと思います。こんな感じで、ここは恐怖心との戦いになってくるわけなんですけど、コツとしては目線なんですけど、絶対にデッキの中央を見てはいけないです。デッキのこの辺ですね、もしくはこの前ら辺を見てあげる。そうすることで足を伸ばして腰を落としてスライドしていくことができます。もうデッキの真ん中を見た瞬間に、つま先側にこう重心が寄ってしまって詰まってしまうっていう感じで、もうスライドできなくなってしまうんで、もう目線に関してはデッキの縁もしくは前方ら辺を見てあげる。そうすることで、まあ、あんまり恐怖心を感じずに綺麗にスライドしていくことができると思います。まあ、これに関してはもう回数重ねて慣れるしかないんで、頑張ってください。パワースライドできたらね、ダウンヒルとかも楽しめると思うんで、まあ、ぜひ習得していただいて、パワースライドかっこいいんで。あと本来なら一番最初に話すべき話かもしれないんですけど、まあ、これあんまり重要じゃないんで、今回は後回しにさせていただいたんですけど、スタンスなんですけど、スタンスに関しては変に幅広すぎると逆にまくられやすくなっちゃうというか、スライドコントロールが難しくなってくるんで、前足はもうビス全部踏んであげる感じ、もしくは後ろの2本ぐらいですね、後ろの2本踏む感じでやってあげると、まあ、よりこうスタイリッシュなパワースライドできるんで、あとパワースライドからトリップをする感じでつなげてあげることもできたりするんで、最初はちょっとスタンス幅が狭いとパワースライド難しいかもしれないんで、とりあえず前足はビス全て踏んでもらって、そして後ろ足はビス4本通ってるうちの後ろ側2本踏んであげる感じでスタンス取ってもらって、そこからこうスライドしてあげたら
いい感じになると思います。コアスライド基本的にはまあブレーキ、まあ、減速させるっていうトリックということで、まあ、めちゃめちゃスピードついてもスケボーから降りれない時にまあ使ったり、あとはスケボーからまあ単純に降りたくない時とかかっこよく減速したい時、まあ、ダウンヒルとかでスピード調節する時にまあ使うトリックということで、完全に止まるために使うトリックではないんですけど、もしパワースライドで完全に止まりたいという場面があるのであれば、とりあえずパワースライドスライドしていってもらって、まあ、背中を落とすっていうことで、まあ、若干かかとを踏む感じでこうスライドしていくわけなんですけど、逆につま先側に重心寄っちゃうと詰まってこうスライドが止まるということで、止まりそうなぐらいまで減速していたタイムで若干つま先側に重心を寄せる、つま先を踏んであげる、そうすることで完全に止まることができます。これ使う場面はほんまにないんで、もしもの時のための引き出しみたいな感じで、まあ、頭の片隅に入れておいておいたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ということでパワースライドのハウトゥーいかがだったでしょうか。まとめると、まずは荷重を抜いてあげないとグリップっていうのは抜けないから、スライドする前に力を貯めてあげて、スライドをしたい時に力を解放してあげる、まあ、この時は体を正面に向けておきます。肩を開いてあげて、ウィールにかかっていた荷重が抜けてスキボーはこう向きます。でこの時言い忘れてたんですけど、若干前足軸で後ろ足を出してあげる感じでスライドに持っていくといい感じにこう横に向きます。でスライドの最中は足を伸ばしつつ腰はしっかり落としてあげる。